皆さんどうも波動拳。格ゲーは可愛い女の子よりもごっついキャラをよく使います。永遠の初心者ウプ主のみーです。幼き頃より切磋琢磨してきた親友の仇を討つため、俺はあいつを何としても倒す。なんて一度は言ってみたい漆黒の陽子優斗です。格ゲーも弾幕もパワーだぜ。狐どもの飼育員マリサだぜ。ということで今回は前にも実況したことがある、ワックシリーズの最新版をやっていきたいと思います。今回は上司を奈落の底に突き落とせばいいんだね。それじゃあやってくぜ。部長、僕はあなたのままではありません。当たり前だ。いえ、だからままじゃないですって。こんなうるさい上司はこうしてしまいましょう。お、なにどんな風に切り刻むの前提かよ。影分身。うおー、かまぼこじゃん。なるとな。白眼、白目向いただけだろうが、ボッコボコにしてやるってばよ。やってやるってばよ。俺はまだ螺旋眼を覚えてないから素手で行かせてもらうってばよ。初期中の初期なんだな。餅つきだー。最悪の餅つきだな。覚悟しろよ。いけー。何サボってんだよ。俺も行くの。うわー、ボロ雑巾みたいになった。これはかなり刺激が強いな。あ、そうそう、このゲームは殺し方を10種類見つけたらクリアなんだぜ。あ、このマスククリックできるよ。どうしてこの上司はうるさいんだろうか。おい、口を閉じろ。昇竜拳。なるほど、一度凍らせてから昇竜拳を使えばバラバラにすることができるのか。んなことメモせんでいいわ。まずは凍らせる術を身につけないと。お前もう、まったくなんでこんなにうるさく喋れるんだ。今度はこうしてやる。何やらアイマスクをつけた。こいつ、マスタースパーク。おい何人の技ってあー。容赦ねえ。今ならこちらの誰でもマスパが打てるメガネを、5000円で販売。はいはい、買います。買うのかよ。はいはい、ままでしょ。さてお次はどんなやつかな。前回は実際にありそうな方法ばっかりだったけど、今回のはアニメとかゲームの技が多いな。やっぱり夢は大事だよ夢は。ってことで4次元ポケットからの、スモールライト。おお、今度はスモールライトか。おっさんがどんどん小さくなっていくよ。よし、処理しやすくなったぞ。絶対本家ではこんな使い方しないけどな。秘密道具って誤った使い方するとただの狂気だよね。確かに、地球破壊爆弾とかね。あれは最初から兵器だわ。あ、どこでもドアだ。ズバリ今一番行きたいところは、布団の中です。はいどうもありがとうございました。聞くやつ間違ったな。よし、今度はあのグローブでフルボッコにしてやる。これをつければあなたも握力1万超え。うおー力がみなぎってきたー。歯を食いしばれよ。人間を片手で持ち上げるなんて。どんなバカ力だよ。思ったんだけどさ、左手にグローブはめなくてよかったんじゃない？片手だけじゃ見栄えが悪いよ。いらなかったな。あ、気づいたらもう半分見つけていたんだね。残り5個は何があるのかな？この部屋見渡す限り怪しいもんばっかだぜ。あ、発見。なんか刃物みたいだね。ようやく切り刻める時が来たか。切り刻みたかったのかよ。あ、これ見たことある。スパイダーマンだっけ ?X メンだろ。あれ、全然切れてなくない？うわぁ。サイコロステーキー。おっさん切られてるのに気づいてなかったからね。いつの間にバラバラになってたとか怖すぎだろ。さっきはよくもバラバラにしてくれたな。また来た。おっさん不死身なんだな。今度は何を使おうかな。聖剣エクスカリバーとかロトの剣とかマスターソードとかないの？ライトセーバーならあるよ。なんであるんだよ。なんか力がみなぎってきたぞ。じゃあ左手だー。今年のリアクション王はこのおっさんだね。こうしてやる。ライトセーバーを使うだけじゃなくてこんなこともできんのかよ。一刀両断とはこのことである。実践する奴がいるかー。褒めても何も出ないぜ。かっけー。どこがだ。さあもう残りもわずか。どんどん見つけていこう。もうここに住んだらめんどくさくなってやがる。あ、これクリックできるよ。なんだこれ。今すごいの見せてあげるよ。お湯が出るのかー。空耳だ。ドラゴンボール。おっさんめちゃくちゃビビってんぞ。はめ出たー。ものすごい勢いでおっさんが飛ばされていくよ。どこまで行くんだよ。ありがとう、これで職場は平和になったよ。いいってことよ。全然平和になってねえじゃねえか。あと2つでコンプリートだ。よっしゃー、あと2つ速攻で見つけてクリアしてやる。さっきはドラゴンボールだったし、残ってる2つも小さいアイテムなんじゃねえか。確かにそうかもしれませんね。あ、このルービックキューブみたいなのだ。ただの箱に見えるけどなんだろう。いけ、お前たち、あの親父を排除しろ。わかった。と、トランスフォームした。覚悟しろ。いいなぁ、僕も一体欲しいんだけど。雑に売ってるよ。こんな殺人兵器売ってねえよ。これはエグすぎて見せらんねえな。グロに自信がある方はぜひ一度このゲームで遊んでみてくださいね。なんだよグロに自信があるって。とうとう最後の一個になったか。最後はシンプルに頭突きとかで終わるんじゃない？それはそれで嫌だわ。あ、この手はもしや。網柄の手。そんなのスパイダーマンくらいしかないけど、それはないでしょ。スパイダーマンだよ。あまり部下を怒ってばかりいると、こんな風に雲の糸でぶっ倒されるから、今後は気をつけるんだな。雲の糸でぶっ倒すなんてお前くらいだ。ということで最後は X 面でした。ごっちゃになってんじゃねえか。やったー、ゲームクリアだ。皆さんどうもこんにちは。ネットでは明るいウプ主のミーです。おいおい、頭ぶん殴ってるスタート画面に一切ツッコミを入れず普通にスタートかよ。まあまあ、今回実況するゲームはこんな感じだよってなんとなくわかったでしょ？ああ、わかったぜ。今回はワーク・ザ・シーフというゲームをやっていきます。どんなゲームなのかわからないので、早速やっていきましょう。このおっさんは泥棒だろうね。これが引きこもりウプ主。まあ確かに性別違うけどな。ところどころクリックできるんだけどなんだろう。ああ、またピン起きたー、なんでだー。大変、ウプ主が感触を起こしたわ。とんでもねえやつ当たりだぜ。さすがの私でも B に落ちたって首は噛み切らないよ。当たり前だ。まさかそこまでやっちゃうの？もしかしてこのキルカウンターを10にするんじゃないか。10個の殺し方があるってことだね。何もなかったかのようにゲームをやる少年。恐ろしい子供だぜ。よし次行こう次。お次は暖炉のオイルを使ってみるわよ。オイルで一体どうするつもりなんだ？まさかそこに。これ一番火をつけちゃダメなところ。ちょっと今またかけなかった。完全に子供遊んでやがる。火がつき放題になってるよ。なんで泥棒こんなにゆっくりしてるんだろう。火がついてるのに気がつくの遅いんだよな。もしかしてとんでもない笑いの才能を持っているんじゃ。私怖いわ。こんな有能なボケ見たことないもの。ゲームが恐れている。誰もいない部屋に盗みに入ったら子供がいて、その子供に殺されかかるって某有名映画かよ。空き巣ダメ絶対だよ。次はこのよくわからない箱にしてみるよ。泥棒も子供だから大丈夫って油断してんだろうな。あ、空振っちゃった。でもこのゲーマー少年がここで終わらせるはずがないぜ。この泥棒もバカだから煽ってるよ。まさかの投げナイフ、どこぞのメイドみたいなことするな。その後も的にされ、叫びまくる変態なのでした。変態ではないだろ。心が叫びたがってるんだ。心どころか全身で叫んでんじゃねえか。ようやく静かになったからゲームしよう。何事もなくゲームを再開するってすげえな。次は暖炉のところにかかってた布袋を使うよ。泥棒よりも子供の方が悪い奴に思えてくるぜ。なんだこれは、なんか入っているのか。眼球にヘビがー。そしてめっちゃ手際よく袋を縛っていくぜ。おっと凄まじい蹴りとパンチ、これはかなり痛いぞ。しかも袋の中にヘビがいるからね。よし次やってみようぜ。あのね、泥棒は余裕かまさないで逃げた方がいいと思う。まさか自分が10通りもの殺し方で、子供に殺されるなんて思っていないだろうしね。次は棚の引き出しを試してみるぜ。一体これでどうするのかな？あ、なんか光ってるよ。もしかしてお金じゃないお金。なんでお前まで嬉しそうなんだよ。お金に夢中の泥棒を後ろから、袋で窒息させようとしている。私は決してお金に夢中じゃなかったからね。だからなんでお前まで怯えてんだ。これを見てやっぱり悪いことをするのはダメだって痛いほど分かったよ。そうだぜ。だからウプ主も課題やらずにゲームをやるなんてダメだからな。って、話聞けよ。さあ次行きますよ次。お次はこの見るから匂い出しそうなボトルを使ってみようと思います。絶対これで頭殴るよな。言った通りだろ。なんだこれはケチャップか。ああ、ぶっ刺すのはあかんでしょ。なんということでしょうか。頭を殴打するだけではなく、割れたボトルで突き刺しました。確実に仕留めたね。これは将来プロの殺し屋になれるだろうな。次はバドミントンのラケットを使ってみるよ。こんな軽いラケットどう使うんだ。ラケットを折って、突き刺す。てっきりめちゃくちゃ殴打するのかと思ったらもっとやばかった。心臓めがけて一突きだからね。バドミントンのラケットは決してこう使うなよ。あ、まだかすかに言ってるよ。念には念を入れてね。これでお父さんとお母さんが帰ってきたらパニックだよな。血まみれになりながらゲームやってるんだもんね。キルがあと2種類だから残りも探そうぜ。他にどんなものがあるのかな？水槽の中に入ってるお城の置物で何かできるみたいだよ。こんな小さな置物で何ができるんだ？おい、なんだこれは。この置物がどうかしたのか。まあ、おじさん見ててよ。うわぁ、隠し扉が開いた。なんだこれは、もしかして金庫か。はい、おしまーい。なんで閉じちゃったんだよ。しょうがねえ、俺がやるからどいてろ。この置物をずらせばいいんだな。コンセントに繋がっている何かを入れたー。これは閲覧注意の顔だぜ。そうして少年は何事もなかったかのようにまたゲームを再開するのでした。さあさあ次行きましょ。他に何があるかな？お、なんか扉でできるみたいだぜ。あ、子供が泥棒を置いて部屋を出て行っちゃったよ。泥棒だけ残しておくなんて一体どうするつもりなんだろうね。まさかの車で突っ込んできたー。自分の家壊しちゃってるじゃない。しかもちょうど泥棒がいるところに突っ込んだよ。まさかここまでやる子供だとは思わなかったぜ。いよいよラスト1個になったよ。あ、泥棒が持ってる懐中電灯が使えるぜ。これはゲームのスタート画面みたいにオーダーするのかな？きっとものすごく痛いんだろう。それはこの泥棒の顔が物語ってるよ。決して大打撃を与えてなお、懐中電灯でやっぱりオーダーしてるぜ。このゲームやって分かったことは、この子供が悪魔ってことだね。もうやめて、泥棒のライフはゼロよ。話せっていう暇もないぜ。これで全種類発見したからクリアかな。そうだな、これでこのゲームクリアだぜ。なんかトロールフェイスに少し似た感じのゲームだったね。このゲーム続編もあるみたいだから、ぜひまた実況してみたいよね。静かになるまで6時間30分かかりました。どんだけ待ってたんだよ、待ちすぎだろ。そこで話しているレイムさん。先生は今何の話をしていたでしょうか？避難訓練があるから放送をよく聞いて、避難指示に従ってお菓子も守って行動するようにですよね。そうとも言うけど先生の話はしっかり聞いていなさい。皆さんどうも、特技は気配を消すことですがなぜか常時特技が発動している。レジェンド・オブ・コミュ障、ウプ主のミーです。常に気配消してんのかよ。お化け屋敷で働きなさいよ。ダメだ、お化けやってる人も突然暗闇からウプ主出てきたらビビる。ということで今回は前回のワック・ザ・シーフのシリーズの、ワック・ユア・ティーチャーを実況していきます。今度の相手は学校の先生かよ。学校の先生って結構個性的な人多いよね。定規頭に刺さってる先生はいないだろうけどね。このゲームどんなゲームか簡単に説明すると、10種類の切る方法を見つけ出せ。ってやつだぜ。まずはこのリュックから。お、プレゼントか。先生受け取ってください。お、先生思いのいい生徒だぜ。やっぱり普段お世話になってるからね。ライターかな？結構いいやつっぽいぜ。全然先生思い出もなんでもねー。とんでもない生徒だった。次参ります。あ、ホッチキス。突然殴られて理解できてねー。ホッチキスの使い方完全に間違えてる。親に連絡するぞってことか。親はあかーん。親よりも周りさーん。どんどん行きますよ。さて今度は何を使いましょうか。大体想像つくけどこの辞書が使えるぜ。辞書の角は凶器だよね。てっきり頭にあるかと思った。これは知る人ぞ知る辞書コンボ。辞書コンボってなんだよ。次はこのよくわからないスプレーにするよ。一体これをどう使うんだ？あ、これ塗装するエアブラシだ。エアブラシで何するの？そうきたかー。あ、もう半分は見つけたみたい。6個目発見。コードを使うってことは、これが一番生々しいんじゃない？こんなに身近に狂気が溢れているって恐ろしいね。このゲームでは椅子でもやっちゃうから、椅子使うとかプロレスかよ。来るぞ来るぞ、いたー。次は何を使うんだ？あ、このポットが使えそうだよ。きっととりあえず物理攻撃をするんだろうね。取ろうとしたら転んじゃったよ。おお、さすが先生優しいぜ。まさか。せっかく心配してくれたのに無慈悲に殴りやがったー。相当この先生を恨んでいるのね。お次はこのハサミだ。これ絶対やばいでしょ。こら、よくも大事なネクタイを。だからお前は成績が芳しくない。ケチャップ。これは新鮮なケチャップだ。どんだけ鋭利なハサミだったんだよ。早くも残り一つになりました。最後は何を使うんだろうね。あ、このペンが使えるぜ。文房具で攻撃なんて今回は戦場が払ってるね。あららみー。って、ペンはそう使うんじゃないだろ。ということで今回もだいぶショッキングなゲームだったぜ。皆さんいくら嫌いな先生がいても先生からケチャップを作ろうなんて思わないでくださいね。そんなこと思うやついねえよ。今回まだお時間があるので、あるゲームをやりたいと思います。何のゲームやるんだ？さんどうもこんにちは、サボリマで有名なウプ主のミーです。サボリマが近くにいると大変だぜ。勉強はサボってなんぼー、ぐうたら最高。シャキッとせいやシャキッと。ということで今回は、勉強中にお母さんや学校の先生に隠れてサボるゲームをやっていきます。堂々とサボる発言かよ。腕が鳴るわねー。いいわよサボってやるわよ。サボることにやる気になってどうすんだよ。それじゃあサボっていきましょ。家と学校の2つのモードがあるんだけど、まずは家のモードからやっていくよ。ああ、勉強って嫌だなー。サッカーやりたい。よしサッカーやろう。ダメよ。うわめっちゃ監視されてんじゃねえか。PC やりたいなー。はい PC やりましたよ。早すぎよ、全然遊べてないわ。遊ぶ。なんでもないですすいませんちゃんと勉強します。ビビりすぎだろ。一度顔を出したらしばらく来ないからここはがっつり、ここはがっつり、ここはがっつり。マミー。がっつり見つかりました。かわいそうにこの後この男の子はマミーに食われたんだ。どこの化け物だよ。私たちはサボってないのになんかすごいドキドキするね。お前も半分寝てんじゃねえか。よっしゃーだ。オーマイダーツ。これね、下手なホラゲよりもびっくりする。今のは完璧なタイミングだったぜ。次は慎重に、マミーが来るタイミングを読んで。でもサボらないとこの右のパラメーターがどんどん下がっていくんだぜ。意外と難しいねー。マミーさえいなければ。うわーダメだその考えは捨てろ。残念だったなマミー。僕は今真面目に適当な図形を描いているのだよ。お母さんこいつそもそも勉強してませんでした。ああ、サッカーしたいなー。でもダーツもやりたいなー。あ、全く気がつかなかった。マミーが来たタイミングで遊ぶって逆にすごいぜ。カイジ君、贅沢ってやつはさ、小出しはダメなんだ。やるときはきっちりやった方がいい。そいつが言ってるセリフじゃねえよ。贅沢がなんだって。なんでもないですすいません漫画のキャラのセリフです。もうちょっとマミーと戦えよ。大体このマミーどんだけ見てくるのさ自分が家事サボって。何かしら。いや、マリサがあのババアをぜって。言ってねえよ。ようやくここまでパラメーターが上がったよ。このゲーム意外と難しいよな。でもあと少し、頑張ってサボろう。頑張って勉強しようの間違いだ。見てろマミー、この私の究極のサボり技。いや見られちゃまずいだろ。やったー、サボり大成功。すげえ嬉しそうだけど結局この後勉強だろ。ネトゲでもして勉強なんて忘れよ。サボりに終わりなんてねー。次は学校でサボろう。最強マミーを攻略できたんだからこんな先生だって余裕余裕。あー漫画読みたいな。はい没収。いるいるこんな先生。この子供。ギャグ漫画日より読んでるじゃん。ウプ主と話が合いそうね。現実にいたら、悲しいな。シュールで面白いのでよかったら読んでみてくださいね。あの先生油断できないわよ。たかしくん見てみて。こら男子、静かにしてよね。あ、これ一度は言ってみたかったセリフです。活発的な女子が言うセリフだよな。さっきのマミーに鍛えられた私はもうサボりの神と化した。授業中に漫画にゲーム、すげえサボりようだぜ。パラッパッパッパー、常に監視されてる。こいつが一番かわいそうだな。でも漫画とかゲームを持ってきてる人ってクラスに一人はいたなぁ。即見つかってたけど。よしここいつ腹立つわー。禁止されると持ってきたくなるもんよ。先生、僕のことはもういいですから他を。あら、なに、私にどこかに行けって、怪しいわねー。ドナルドに目を向けてるかと思ったら唐突にこっちを見るもじゃもじゃ。いろいろ失礼だな。ちょっと、これマジでサボりマスターになったかも。絶妙なタイミングでサボっているわ。なんかこっちの先生の方がマミーよりも簡単な気がするぜ。マミーは部屋の扉を唐突に開けてくるからね。悪かったわね、この真っ黒クロスケってマリサが言ってねえしお前ビビりすぎだ。もう間もなくミッションコンプリートだ。たかしくん見てみて。さっきも見たけどここで友情を崩壊させたくないからまた反応してやろう。たかし大人だな。先生消されたー。子供たちは大喜びだよ。みんな相当サボりたかったんだろうね。先生が消えて一番喜んでるのはドナルドだよ。いい顔しやがって。ということでこのゲーム、2つのモードをクリアできたので次のゲームに挑戦したいと思います。ようこそいらっしゃいました。ここは大人も子供もまるで夢の中にいるような感覚になる、ミー遊園地です。当遊園地にはとっても可愛いマスコットキャラクターの、ラッキーフォックスくんがいつでもお出迎え。ぎょうさん金使ってってやー。このラッキーフォックスくんグッズが買えるのはここだけです。ぜひお帰りの際はお求めくださいね。そして当遊園地には他の遊園地にはないジェットコースターがあります。本日は特別にそのジェットコースターの制作風景をお見せしたいと思います。それじゃあ最高のジェットコースターを作っていこう。おいおい、ジェットコースターってそんなに簡単に作れんのかよ。そりゃあ作ろうと思ったらすぐ作れるわよ。まあ私は今回初めて作るんだけど多分大丈夫だよね。絶対大丈夫じゃねえ。他の遊園地って場所の関係でジェットコースターってあまり多くないじゃない？ああ、ジェットコースターってどうしても場所取るからな。でもこのミー遊園地はジェットコースターを10台作る土地があるのよ。10台。まずは小さい子供でも乗れるジェットコースターを作るよ。さあうまくいってくれるかしら。大事故だぜ。ああ、よく見ると最後レールをつけるの忘れてたよ。一番やっちゃダメなやつだろうが。これならきっと大丈夫よ。おいまたレールねえじゃねえか。大丈夫、いけるわ。何が大丈夫だって。仕方ない、何のひねりもないただの坂コースターにするか。これでようやく落ちずに済んだぜ。やったー、私ってば天才ね。あ、次はループレールが使えるようになったみたい。そうだ。レールの端と端合わせて無限ジェットコースターにしましょう。ダメに決まってんだろうが。このループレールはある程度の勢いがないと回ってくれないだろうね。ああ、下り坂を作ってやって回るしかないだろ。こんな感じでどうかしら。おお、絶叫マシンっぽいね。いけー。このレール電磁石に変えなさいよ。レールの組み方を変えろ。ってかすげえ人落ちてったけど。予算の都合上安全レバーはありません。そっちを優先にしろー。よしこれならどうだ。もうちょっと工程が欲しいけどまあなかなかいいんじゃない。すげえ偉そう。さあ最後のループはどうかな。よしなんとか回ったぜ。これはぐるぐる吐き気がしてくるコースターって名前にしよう。なかなかいい名前じゃない。絶対そんなのに乗りたくねえ。お次は180度回るレールだよ。ちょっとこれ使い方むずくねえか。左側にしかレールが伸ばせないから難しいわね。いやいや二人とも心配ないさ。ダブルクリックすれば向きが変わるんだよ。ダブルクリックとか言うなよ。なんだ、それなら楽勝じゃないの。レールはこんな感じにしたらいいんじゃねえか。あ、確かに、これなら星も全部獲得できるね。この星を100個集めると願い事が叶うって設定にしましょう。叶わねえぞ。意外とジェットコースター作るのも大変なんだね。ああ、普段は乗る側だからそんなに意識したことなかったぜ。あとはもう簡単、パパッと繋げたら完成よ。パパ。完成、これで絶対いけるはずだよ。じゃあ実際に乗ってる視点で見てみましょ。ひー、ドキドキするぜ。ギャー。まだまだここからよ。自分たちで作ったけど乗ったら怖え。ああ、天に召される。やったー、大成功よ。なんとか完成してよかったよ。ちょっと、ついにブースターが使えるって、これで急な上り坂でも登れるようになったな。ちょっと実験したいことがあるからやってみるわね。どうせお前のことだ、ろくでもねえこと考えてんだろ。いやいやいや、これが成功すればすごいことが起きるわよ。よし、これで準備は OK。さあ発進よ。これで完成。右に進む力と左に進む力の反発で、ガタガタガタってやりたかったのよ。ガタガタガタって、すがすがしいほどに右にぶっ飛んでったぜ。この矢印の意味は何だったんだー。なんか面白いコース作ったよ。ただ緩やかな段差を下るだけじゃねえか。これなら小さい子供も乗れるわね。だけどスピードはかなり速いよ。それじゃあ出発進行。小さい子が乗るのは厳しいけど大人なら大丈夫だね。大丈夫なわけあるか。マジでガチのジェットコースター作ったよ。確かに実際にありそうなジェットコースターだな。いけー、ぶっ飛べー。ぶっ飛んだらダメなんだよ。ってなんてスピードだよ。やったー、対象年齢80歳向けのジェットコースター大成功。こんなの乗ったら死んじまうわ。成功はしたんだけど星を4個以上獲得しないとクリアできないから、少しだけ改良してみたわよ。でも星の位置を見ればどのレールを使えばいいのか大体わかるよな。でもそれじゃあオリジナリティがなくなるし、ジェットコースターって難しい。今度は私が完璧なコースを作ってみたぜ。完璧なはずないって。そうそう、絶対どこかで詰まったりぶっ飛ぶから。詰まったり。ぶっ飛ぶから。ぶっ飛びなさいよー。本当に完璧だよ。どうだお前ら、見事だろ。マリサ、あんた。魔女からジェットコースター建築家に転職した方がいいわよ。誰がするか。それじゃあちょっと自分視点で見てみようか。あ、一本消し忘れた鉄骨が浮いてる。あー。ギャー。我ながら怖えー。これいつまで続くのよ。あともうしばらく。また来るぞ。やーい。富士急の新アトラクションとしておいてもらおう。そうね。お、今度は垂直に落ちるやつが追加されたぜ。レールが見えなくなって真下に落ちるってやつだよね。あんな恐ろしいものを開発した人こそ恐ろしいわね。試しにここに取り付けてみたぜ。さあ対象年齢120歳以上のジェットコースターは成功するか。今ので確実に天に召されるわね。さあここからが本番だぜ。回れ。勢いがないからギリギリってところね。改善点が見えてくるぜ。これもうちょっと勢いつけて。了解です。クルリンレールを2個から1個に変えたわよ。これならきっとうまく走ってくれるよ。大体実際に人間が乗って大丈夫か実験するのってやべえよな。大丈夫、安全だから。安全でしょ。どこがだ。さあ安全第一進めー。ここはそこまで急じゃないね。最後にぐるぐるが待ってるんだぜ。でもこれは先ほど恐ろしいジェットコースターではなかったわね。星も結構回収できたし上出来。今度は私が作ってみたわよ。結構グネグネしてるね。うふふ、スリル満点のコースよ。本当にスリル満点だぜ。いけ、このままゴールよ。できるわけねえだろ。もうちょっと改良が必要だよ。少し改良してみたわよ。直角からの加速で吹っ飛んでたからな。これなら大丈夫そうだね。それはどうかしら。上から矢の雨が降ってくるかもよ。それジェットコースターと関係ねえだろ。やったー、大成功だよ。それじゃあ最後に私が作ったコースターだよ。直角落としお前ら好きだな。こいつらを地面に叩き落としてやりたいって気持ちの表れかもね。そんなこと思ってんのかよ。ここから盛り上がるよ。ひぃ、重力無視だぜ。全部の星取ってるじゃない。これ見てみーコースター終了。どやった。このジェットコースターに乗りたくなったやろ。そして Y にも会いたくなったやろ。わかるでー。Y かわいいもんな。ほな、B 遊園地に遊びに来てな。なんだこの気持ち悪いタヌキ。じゃあ皆さんどうもこんにちは。徒競走、苦手だったウプ主のみーです。徒競走、少し苦手だったレイムです。苦手な奴がこのゲームを実況して大丈夫かよ。大丈夫、ゲーム内では走るの得意だから。で、このゲームはどんなルールなんだ？その名の通り、10秒以内にゴールをするだけ。随分とシンプルなルールだな。それじゃあ早速やってみましょう。うおー、走るぞー。この星って取った方がいいのかしら？取れるものなら何でも精神で。おばちゃんみたいだな。よし、難なくクリア。お、次は少しガタついてる道ね。まだこれくらいの道ならなんとかなるだろ。運動神経抜群とはこのこと。現実は悲惨だけどな。今度は雑に燃えてるわよ。これくらいの炎、なんてことはない。あんた、何してんの？星が言うことを聞いてくれないんだ。言うこと聞かないのはお前の方だ。うわー。今度はちゃんと取ります。今度こそ、ちゃんと取ります。ウプ主の宣言通りに行くことがまず珍しいわ。あと1個、なんとしてでも取ってゴールする。ゴールできた。ダメだと思ったわ。あれ、なんかトゲトゲしている変なのいない？これは見るからに触っちゃダメなやつだろ。直線コースは比較的簡単だね。さあウプ主の得意な炎満載のコースよ。逆だよ。なんで炎なんてあるんだろう。炎のこと意識しすぎてるんじゃないか。炎なんてないと思えばいいのよ。炎なんてないし、トゲトゲなんて見えない。よし、トゲトゲ無事回避してゴールできた。バッチリ見えてたんじゃねえか。あ、次は動く床が追加されたわよ。急ぎすぎずタイミングよく進めば大丈夫だ。落ち着け、棒人間、落ち着くんだ。あんたが落ち着きなさいよ。やったー、ゴール。なんかオレンジ色のもやが見えるんだけど、これは気のせいだよね。気のせいよ、何もない平地よ。ん？リラックスすることが大切だ。よし、いけそう。もう遅い。この棒人間、ちょっと動きがちょこちょこしすぎなんじゃないの？確かに、この棒人間くん、もうちょっとゆっくり動いてくれないかな。これに慣れるしかねえだろ。BGM が今までと違う。もしかしたら難易度が高いステージなのかもしれないぜ。うわ、最後の星があんなところに。あれ取って戻るのはハードル高くない？ということで、安全にゴールすることにします。そうよ、最初から星なんてないものだと思えばよかったんだわ。そもそも全ての星を取ってゴールするのと、星を一つも取らずにゴールするのは何が違うんだ。すごさ。あ、そう。このコースも結構難しそうね。ちょっとでも炎に触ればアウトだぜ。急がず慎重に。あと少し。うおー。どや？腹立つわ。ちょっと、急に火の海になったんだけど。あれ？このバーみたいなのどこかで。あんたすごいダンスしてたわよ。人間、どうしていいかわからなくなると踊ります。お前だけだろ。一気に行くしかない。いけー。もう少しー。あー、惜しかった。次はいける。次は。一気に進むのもいいが滑って火の海に落ちないようにな。ここが問題。止まって。行ったー。急にすっかすかになったわね。ほんと、どうやって進もうか。あ、ゴールは結構近くにあったぜ。もう星嫌い。星を取らずに突っ走れば簡単だけど、うちのウプ主は茨の道を進むのでおなじみよ。よし、ここはうまくいった。あと一つ。やったー、よくやったわ。さっきのコースをクリアできたということはこのコースもクリアできるということ。すげえ自信。一回でクリアできるとは言ってないけどね。今度こそ頼むわよ。よーし、とにかく落ちないように気をつけるぞ。落ちてないよ、落ちてない。これ、実は星を取る順番があると思うんです。え、そうなの？先にこの下にある星を取ってから、最後に上の星を取ってゴール。攻略方法がわかれば簡単だ。何回もやり直したからな。お、これはまっすぐっぽい。壁に追いつかれないようにね。了解、足を止めるな棒人間。こういう時もあります。ガバガバだな。いけるわ、このまま走ればゴールよ。やったー。うわ、敵だらけじゃねえか。これ敵に見えてただの台風の目なんだよ。思いっきりやられてんじゃねえか。くー、こいつただの台風の目じゃなかった。強い台風の目だったわ。そもそも台風の目じゃねえ。いける。このコース、かつてない難しさ。しかし、私は諦めない。おう。うわー、今のは惜しかった。でも今の感覚でいけば絶対ゴールにたどり着けるわ。ふー、集中集中。ここが勝負。取った。あー、落ちちゃったー。あれ、コースが変わってる。さっきのコースは星全部取ってゴールしましたよ。こいつ逃げやがったな。忘れろー。さっきのコースのことみんな忘れろー。汚い大人め。毎回こうだといいのに。あ、すごく平和そう。こいつどうにかして倒せないかしら。倒せねえだろ。甲羅とか落ちてない。諦めろ。大きくなったって無駄よ。やったー。難なくクリア。今の私に炎や台風の目は敵ではない。頼もしいわ。すげえ危なっかしいんだけど。やめてー。私に触れないでー。毎回あんたから当たってんのよ。はぁ、血圧爆上がり。皆さんどうもこんにちは。最近天気が悪くて絶賛片頭痛に苦しんでいるウプ主のみーです。最近天気が悪くて布団から出たくない霊夢です。健康関係なく出たくないだろ。毎度おなじみマリサだぜ。本日はこちら、伝説の自転車ゲーム、チャリ走を実況していきたいと思います。チャリ走って、シンプルなゲームだけど結構難しいのよね。ああ、シンプルだからこそ反射神経とかが試されるんだよな。ということで今回はどれだけ長く走れるか、自分の実力を試したいと思います。それじゃあ頑張って走ってもらいましょう。うわぁ、めっちゃ久しぶりだわ。誰もが一度は遊んだことがあると言ってもいいくらい有名ゲームだよね。チャリ走好きの皆さんお久しぶりです。実況は私、霊夢でございます。あいつ勝手に実況始めたんだけど、瞬きしている暇はありません。すでに崩れかけている。崖の幅が広いとヒヤッとするぜ。ついにマリサはミー選手に勝てるのか。ちょっとまだ私落ちてない。やってるのウプ主だが見てるだけでもヒヤヒヤする。なんとマリサ選手が崖に激突。無駄に体力があるマリサ選手、早くも離脱か。ジョークですよ、ジョーク。うおー、とにかく進む。もっと早く落ちると思いきや結構頑張るな。ミー選手への声援が送られる。頑張ってー、頑張れミー。自分で自分に声援を送ってる。あー。ウプ主の結果、1269メートルでしたー。集中だ、集中。これはゲームであってゲームじゃない。懐かしのチャリ走がやってきました。このゲーム、ちなみにいつリリースされたんだ。驚きの2007年。そんなに前から。あれ、もう落ちてるわ。いやいや、これは準備運動だよ。そして何事もなくやり直しやがった。鮮やかに白黒の空が晴れ渡っています。白黒に鮮やかも何もねえだろ。これって走るコースが毎回違うから運も絡んでくると思うんだよね。よってさっきのコースは運が悪かった。運のせいにするな。バッチリ髪型をセットしてきたミー選手。ミー選手、ご飯を3杯おかわりしたそうです。4杯です。食べ盛りか。マリサ選手のすごい追い上げ、注目です。嘘、やめて。走るのをやめるな。これライバルが追いかけてくるの忘れてたよ。そういやそうだったな。ライバル名は勝手にマリサにしておきました。ありがた迷惑。さあいかがお過ごしでしょうか。汚れた大人になった。誰しもかつては清い心を持っていたものです。実況はどうした？実力のミー選手、今回はどこまでいけるか。私は追い上げてくるマリサとは戦っていない。私が戦っているのは私自身。これは終わりのない自分との戦いなのである。喋るのに夢中で落ちないようにな。そして、ミー選手警戒に走り出しています。ミー選手は誰にも止められないのか。私は止まらない。絶対に止まらないぞ。おお、ライバルのマリサ選手に差をつけている。まだまだここから。ミー選手の技は半端ではありません。よし、最初の記録は越したな。油断はしない。ここからどこまでいけるか。ミー選手、すごい集中力だ。このままいけば絶対自己ベスト更新できるぜ。いけるぞ。この日のために散々練習してきたじゃないか。いや全くしてねえだろ。おーおーっと、今のはお見事。得意の三段ジャンプ炸裂だ。うおーおー。結果、1996メートル。自己ベスト更新。もうね、十分頑張ったと思うんですよ。だから今日はもうこの辺で。終わらせねえよ。さっきは結構いいところまで行ったんだけどね。あの怒涛の段差を越えられさえすれば自己ベスト更新だっただろうな。毎回こんな平坦な道ならいいのに。さっそうと走り始めました。一度2000メートル以上出せたんだから、もう一度いけるはずだぜ。そうだよね、絶対いける。きたー、マリサ選手、展開はどうなる？おお、マリサ選手が制限速度ギリギリの追い上げ。マリサ選手、太ももがちぎれそうだ。めちゃくちゃなこと言ってくれるぜ。マリサ選手が出たー、汗びっしょりだ。マリサ、悪いけどマリサに抜かれるわけにはいかないんだ。これは過去の私との戦い、マリサには介入させないよ。かっこいいこと言った瞬間これだぜ。これがウプ主クオリティ。みんな知らないと思うから言うけどね。このゲーム、難しいんですよ。知ってるよ。2000メートル以上から鬼のようなコースになってくるし。それね、実はプラシーボ。無理がある。できればあまり段差のない平坦な道がいいな。それは日頃の行いによるでしょうね。今日少し早起きしました。しょぼいアピール。でもこの時点ですごいコースになってるんですけど。日頃の行いが悪いマリサは落ちてったわ。なんだって。よし、ひとまずあの難所は突破したな。さすが 3.5 段の世界記録保持者ミー選手。3.5 段って何？私にもわかりません。必殺の3段ジャンプ。うおー、すごい下り坂。世界でもミー選手しかできない。おだてるとやらかすからやめてくれ。ここまではいけるようになってきたぞ。問題は1500メートルを超えたところからよ。幅が広い。大丈夫、段差が続かなければいけるよ。マリサ選手意識はあるか？あるわ。汗びっしょりのマリサ選手が落ちてしまった。もう好き勝手やってくれるな。ここが勝負だ。落ち着け。惜しかった。2000メートルの壁は高い。次こそいけるわ。あと少しなんだ。頑張れ。なんかずっと空中を浮遊できそうな気がしてきた。それは無理。さあ、ウプ主は過去の自分の記録を打ち破り、新たな記録を出せるのか。ほんとコースの地形が記録を左右すると言ってもいいよな。ここまではいつも通り。変に肩に力を入れずにやるんだぜ。いける。おお、ついに2000メートル超えた。ここからが本当の勝負だぜ。よし、難所を超えたぞ。目指せ3000メートル。このままコースが安定してくれることを願うぜ。過去の自分よ、貴様は負けだ。新たな記録は今の私が作ってやる。ちょっと何言ってるのかわかりませんがいい調子です。わかってー。集中力切れるかと思いきや、結構持続しているじゃねえか。ほんと、ウプ主のくせに粘り強いわね。えへへへへ。あれ、終わっちゃった。褒めなきゃよかった。でも自己ベスト更新よ。やったー。みんなの自己ベストもぜひ教えてくれよな。出発進行。レイムバスだ。当バスは安全運転第一で参ります。うおー、ストライクじゃー。安全第一ってなんだっけ？ということで今回は、みんな大好きバスが街をぶっ壊すゲームを、楽しく実況していきたいと思います。バスが街をぶっ壊すゲームが好きな人聞いたことねえよ。私は何よりも好きだけどなー。嘘つけ。今ご覧いただいている画面は、ちょうどバスが壁に突っ込んで抜けなくなってる場面です。なんでこんな場面なんだよ。それじゃあ早速街で大暴れしていきましょう。まずは一番オーソドックスなバスで遊んでみるよ。おい、今電車なかったか。最初はこの街がどんな街なのか見て回るわよ。建物がたくさんあって結構な都会だね。うわー、加速した。いえいえ、バスはこうでなくっちゃ。まだまだー。じゃあ、建物ぶっ壊しちまった。さすがはレイムバス、運転うまいね。どこがだー。これって壊した分もらえるお金かしら。被害額だろ。段ボール、ドーン。この青いの何かしら。うわー、ほんと、すごいなー。バスを跳ね飛ばす建物なんか聞いたことねえぞ。今度は赤だ。赤の方はただ跳ねるだけみたいね。おいこれ乗客乗ってんのか。乗ってるわよ。大丈夫、多分バスは爆破しないから。見るだけで相当だ。街中にこんな床とか跳ねるものがあるなんて面白いわねー。バスが立った。あ、これもうダメな感じね。今から50台の車の上を通過します。いけー。通過できてねえじゃん。お次は2階建てバスで一暴れしてみよう。イエーイ、2階建てバス最高。これぞ2階建てバスだからできる技だよね。さっきのバスでも同じようなことしてただろうが。てか起き上がれねえじゃん。仕方ないわ、2階建てバスはバランスが悪いもの。だけど2階建てバスはものすごいパワーを持っているんだ。まさかこの像を。街のシンボル自由の男像を木っ端みじんにしたわよ。どうですかこの威力。2階建てバスを見る目が変わったぜ。ガラス張りのビルも。この通り綺麗に粉砕。もうこれはただのバスじゃねえな。お墓も蹴散らします。それ一番ダメなやつだろうが。バス回る。くるくる回る。そして顔回る。それじゃあ次はウルトラバスで挑戦よ。これバスじゃなくて電車だろうが。いやいやこれは立派なバスだよ。速攻で終わった。ウルトラバスの実力はこんなもんじゃないわよ。これぞウルトラ大ジャンプ。強化ガラスを使っているからガラスが割れないのよ。思いっきりガラスが割れた音してたじゃねえか。幻聴よ幻聴。車体がかなり大きいから広い範囲を壊せるよ。なんか今日は多くのものを壊したいなーって時はおすすめね。そんな時ねえだろ。あー、ここはジャンピングゾーン。墓地へ参ります。さすがに墓石はぶっ飛ばせないね。さっき何のためらいもなしにぶっ飛ばしてただろうが。まだまだ暴れるわよ。こんな電車みてえなバカでかいバスが突っ込んできたら怖すぎるぜ。大丈夫大丈夫。当たってもちょっと飛ぶだけだから。どこが大丈夫だ。ご通行の皆さん、当バスにぜひ乗ってみませんか。乗ったら最後だぜ。こんな風にアトラクション感覚で楽しめますよ。あ、落ちたわ。絶対乗りたくねえ。さあいうえお作文。続いて実況するのは、あの美味しいコロッケを作ろうの作者さん作の、あいうえお作文ゲームです。あいうえお作文。あ行から和行まで作文が作られているんだ。ランランと、リズムに乗っててルージュが似合う、レイムちゃんがロックオンよ。意味不明な作文だぜ。こんな感じの作文が出てくるので、皆さんだったらどう作るか考えながら見てみてくださいね。それじゃあ最初はあ行から見てみるぜ。朝起きたら。ふわぁ、よく寝た。一毛作を思う。今年はあの野菜を作ろう。うろんな貴様は、すげえ無理やり言葉出してる感じだな。朝じゃない。エスカルゴで。おいハゲ何見てんだ。えへへへ。終わる。ハゲー。なんて壮大な作文なんだ。なんでエスカルゴに殺されるんだよ。よーし、それじゃあ次はマリサの迷う派。魔が差して。魔が差して。最初から嫌な予感だぜ。みんなの給食費を。なんてことを。ぐってててて。無視、無視。メガネを。メガネを。ぐってててて。こうしてやる。もつと煮込んだ。これはこれで最悪じゃねえか。へえ、美味しそうね。今度試してみよう。どこが。次はレイムのラ行を見てみよう。ラッコは。いやー、僕は可愛いラッコだよ。そこまで可愛くねえだろ。リンさんで。ああ、自称可愛いラッコくんが。飽和した後。骨も残らないくらいにドロドロに溶けたわ。ルミノール反応を起こし。よく鑑識がやってる血液が発酵するやつだよな。レンコンの穴を。レンコンの穴。6個ほど塞ぐ。おー、ラッコくんすごい。まさかラッコにこんな使い方があったなんてね。ついていけねえ。それじゃあお次はタクッチチャンネルの多様。たくましい。なんでお前が勝手に始めてんだよ。短時間で。できるカップ麺はうまい。お前も。これ何の絵かしら。血にまみれた。血にまみれた。一体どうしたんだよ。釣り大会は。ひえー。このじいさん髪の毛も抜かれてる。これはもともとだろうが。照り焼きバーガーで。照り焼きバーガーで。我が名は照り焼きバーガー。とんでもないことに、なんだよとんでもないことって。うわー、とんでもなーい。あーとんでもなかった。それじゃあ次は、かわいいレイムちゃんの歌謡。海水浴に来ていた。かわいいレイムちゃんはみんなの注目の的です。切り身が。あー、太陽光で焼いてる。なんで切り身が海水浴に来てんだよ。砕け散りながら。鮭フレークになったのね。なんで砕けたんだ。結婚を迫ってきたので。こんなハゲでいいの。献立に加えた。ひでえ野郎だ。お次はなんでもないのなよ。何なんでもないって。中村くんは。あ、こいつ中村くんっていうのね。切り身に求婚された中村くん。人間的に素晴らしく。すまんねえ。脱いでもすごかったが。ゆで卵やるじゃない。すまんねえ。ばあさんが裸見せてくれってお願いしたのか。ネズミに、はは。うわぁ、危険なもん出してきやがった。はは。脳を。はは。じゃあ、このネズミ脳を吸ってるわー。中村くんの脳がー。